チームデスマッチをプレイしたいと思います。マップはストーンヘブンになります。はい、頑張るぞ。ストーンヘブン本当久しぶりだな、全くやらないんでね。ちょっと今回ね、あのスナイパーライフルのねクラスできてるのでちょうどいいんじゃないかな、この広めのマップはね。ちょっと今回はどのスプーク使っていいかな。今回もリンクスでいってみようか。はい、頑張るぞ。リンクス一番ねやりやすいんでね。 VKS も好きなんだけど、あの攻めようとねちょっと難しいんでね。 VKS はあの跳ね上がりがあるんで、その点あの VKS はあ VKS じゃねえや、あのリンクスはね全然跳ね上がらないんでね。あ、逃がしちゃったわ。ちょっとおう、このマップは広いんでね、スライパーライフルの練習には最適なんじゃないかなって思うんだが、その辺はそれぞれ人それぞれなんと思うんだけど。どうよ、インコブつけてんな。ちょっと自分今サーマルスコープなんだけど白く映らなかったんでね、サーマルスコープでちょっと捉えられなかったんで、ここは本当にスナイパーライフルの練習には持ってこいだよ。ここはちょっと敵が死ん、あの味方がちょっとやられちゃったな。結構この顔出せ顔出せ、ちょっと出せねえな。この辺から来るんかな。ちょっとあ、いたぞ。この辺行くと結構ここデンジャーゾーンなんでね、結構奥で城の中で結構キャンパしてるんだよな、スナイパーがな。ちょっともう少しんだな、あのドミネーションでいうあの B 旗でね、 B 旗エリアでね、ドミネーションの B 旗のこの今自分が覗いてるのはあの城の中にあるんだけどね。アスコリック結構やられるパターンが結構多いんでね、ちょっとあそこはちょっと何ねえか、ちょっと外周回りしちゃおうか。はい、行くな。ちょっとどうよ、スナイパー対スナイパーの対決じゃ。ちょっとこの辺なレーダーはやっぱり重要なんでね。こういうところに隠れながらの戦い方が結構いいんじゃないかなと思うんだけど、いた、よっしゃ、インコグつけてんな。インコワンコかい、よっしゃ、試合つけたぞ。渡辺真由オンライン、あ、でも足跡聞こえたよ。あ、いて、とつまかい、うめえな、しかしうめえ、おめえはおめえいいセンスだ。でお父ちゃんさんのねモノマネしてどうするって感じなんだね。いけよ、ちょっと出なきゃよかったな。これこの辺でやられたんだよな俺、難しいわ。しかしこのオープン嫌いとか言ってたんだけど結構 やると面白いな。これ武器次第なんだよな、自分がどの武器使ってるかっていうのにもよるんだよな。ちょっと本当にね、本当上手い人はね、あのショットガンとかでも戦う人いるんでね。どうよ、どうしよう、どうよ、いやこっくるな、行ってよ、ちくしょう後ろからかい。うまく背後を取られちゃったなこれ。おびっくりしたぞ、なんじゃい今の、なんじゃ、なんか変な音がしたんだが、どうよ、面白いわスナイパーライフル。本当にね扱い慣れるとね、本当にこれほど面白い武器ないよ。
と言ってる矢先にあの森蔵にねちょっとナイフザクッとやられたんだけどね、本当にスナイパーライフル扱いになれると本当にねこれほど面白い武器ないよ。あの BO2 はねあのスナイパーライフル難しくてね、あのスコープが本当に揺れるんでね、いてあそこにずっと持ってるのか。 BO2 のスナイパーライフル本当に難しくてね、難易度高くて、まあ慣れだと思うんだけど本当に相当慣れが必要でね、 BO2 の場合はね。顔出せん、よっしゃ。その点あのゴーストのスナイパーライフルの当たりやすくてっていうか、まあ BO2 に比べるとねあのまだやりやすくなってるんでね、本当に初心あのスナイパーライフル初心者にはゴーストのスナイパーライフルがいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれはちょっとハンドガンも使える、ちょっとおもしろい、ちょっとハンドが今のうちにちょっと、あれこれデュアルじゃなかったのか、そういえば44マグナムのアタチメントデュアルにしたんだけど、ちょっとデュアル難しくてね、44マグナムはちょっとあのマズルブレーキにちょっと変更したんで、じゃあその辺ちょそれをちょっと忘れててちょっと面白いな。しかしこっち面白いね、スナイパーライフルだとね、スナイパーライフルはあれだな、この場所本当に打ち付けの場所だな。スナイパーライフルとかのマークスマンライフルだとこういいな、広いんでね、練習がてらにもってこいのマップなんじゃないかなと思うんだけど、だから本当にスナイパーライフルにもめちゃくちゃ人気があるんでね、全然マッチングしないんで、本当久しぶりでね、久しぶりにマッチングして、あのインコブつけてんな、インコブちゃんつけてんのね、ほっかい高橋ジュリーをオンライン、高橋ジュリーめちゃくちゃ可愛いよね、あお前味方かい、まだ16歳ぐらいなんだけどね、自分の10代の女の子も好きなんでね、ジョッテもロリコンのおっさんと思われててちょっとあれなんだけど、まあ可愛くてね本当にね、やっぱり女の子やっぱ10代がいいわ、可愛いわ、20代眉は20代なんだけどね、ちょっとあいつをちょっと狙いたいな、眉は二十歳なんだけどね、眉は一番やっぱり可愛いわ、あ上にいんのかい、ダメだったかい、ちょっとうちらが完全に圧勝してんじゃないこれ、騎士がねいるな、こいたよな、ダメだ、キャンパーじゃ完全に、まあなしょうがねえよな、この広いマップでキャンパーすんだよな、みんなこれ、どこにいんだ、今回の成績はもう良くねえな、鈴木マリアをオンライン、マリアンネを叩きのめしてください、よしありがとう、ナイスカットじゃん、これスナイパーライフルはしゃがんだ方が安定性があるんでね、一番の伏せ打ちの方が一番いいんだけど、よっしゃ勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション、
ちょっと2試合連続で撮ってきたんだけどね、ちょっとあの15分までしか録画できないんでね。はい、今回の成績は10キル14です。2アシスト、スコア1040でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。プレステ4は15分までしかね、ちょっと録画できないんでね、ちょっと2試合目でちょっと途中で切れたら嫌なんでね、一旦切ります。はい、今回使った武器はスナイパーライフルの、あ、これじゃないや、あ、これか、これか、スナイパーライフルのリンクスに、アタッチメントはサーマルスコープ AP 弾、セカンダリーウェポンには44マグナム、アタッチメントはマズルブレーキ、パークはレディーアップ、アジリティ、クイックドロー、デッドサイレンス、フォーカス、ストライクパッケージはサポートでサットコム、ナイトオール、サポートスクワットというカスタムでやっていきました。やっぱりあのストーンヘブン広くてね、ちょっとあんまりやりたくないって言ってね、全然今まで敬遠したんだけどね、やっぱりやってみるとね、久しぶりにやってみて本当にね面白いね。まあ武器にもよると思うんだけどね、自分が使ってる武器にもね、まあ、スナイパーライフルとかのマークスマンライフル、遠距離射撃のね武器だとね、結構ね楽しめるマップなんじゃないかなって思います。やっぱりあんまり寄り好みしてもね、ちょっとやっぱあれなんでね、ちょっとプレイするマップがね、バリエーションがだいぶ減るんでね、やっぱり寄り好みしないでね、まあ、いろんな マップをね、ちょっと今後はやっていきたいと思います。あとね、前回のプレイトでちょっとチームデスマッチやったんだけど、その時に最後にね、ちょっと武器紹介した時にね、ちょっと間違いでね、これね、これロードアウトって言ってたんだけど、これはね、正確にはクラス、これはクラスなんでね、1から10、これクラスでね、クラスで、で、この渡辺真由、このクラスで、で、これがロードアウトでね、クラスの中にさらにね、ロードアウトが10種類あるっていうことでね、10ロードアウトあるっていうことでね、10種類の武器をね、設定できるようになっています。十分にまあ、前回も話したんだけどね、AKB48 のね、大ファンっていうことで、まあ、一番上からね、一番好きなね、渡辺真由を設定していて、で、渡辺真由と、松井、AKB48 チーム B のね、渡辺真由とね、SKE48 のチーム S の松井純奈、この2人は推しメンなんでね、で、渡辺真由は、こうやってね、全部金目線なんだけどね、渡辺真由にはね、アサルトライフル1、まあね、こうやってマーベリックっとこういってね、こうやってやっていて、松井純奈はね